Take it easy, take it easy. ありのままを思うままに走れ。Take it easy, take it easy. ありのままを思うままに進め明日へ。はい、皆様こんばんは。毎週木曜21時ガールズサーズで、毎月第3週目はティスラジと題しまして、50分間生放送をお送りさせていただいております。今回私関根由美と、はい、高澤しおりがお送りします。よろしくお願いします。はい、ということで、そんなわけでこの番組中、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはこちらに出ておりますが、 cws@senjukuros.com です。はい、皆様からの質問や激励、ツッコミなど、さまざまなメッセージどんどんお願いいたします。皆様最後までどうかよろしくお願いします。お願いします。わーはい、ということで始まったんですけども、始まりましたね。ちょっと待って、この二人でやるとちょっと不安なんですけどなんか、うん、初めてじゃないですかね。最近一緒にいる機会、うん、ってか、うん、結構グループキャンディーでも一緒にいる機会多いじゃないですか、うん、帰り道一緒だったり、ね、帰り一緒だからね。チーム茨城一緒だったり、うん、ちょっとこれチーム茨城の初仕事ってことでいいんですかね。初仕事ですいいですね。本当の初仕事だ、ね、そうだよね。今日来る前に、同じ線で来るんですよ私たち。でその時に立ち食いそば屋さんに行って二人でご飯食べてきて、その後はずっとここ北千住のスタジオなんですけど、北千住をちょっとふらついてデートしましたね。デートしてきました茨城同士で。そうなんですよね。なんかね、どうこういうのやってMC 初？いや、もない。そうでもないんですけど、うんうん、あんまやんないよね。あ、でもここでの MC は初めてです。そうだよね。何度かここゲストでね出させてもらう、うん。私先月のティスラジでゲストで出てたんだけど、うん、出たことあるティスラジは？ないです。初です。ここには来たことあるんだ。ここには2回ぐらいかな。2回？2回ぐらい。そうなんだ。なるほどね。前回はね、ティスラジの前はね、うちの社長の OKB さんもここにいたんですよ、実は。そういて、知らなかった。そう、番組一緒に出て喋ってもう一人は佐伯かなだったんですけど、えメンバーとかなちゃんと私より一番多く社長が喋ってたっていうめっちゃ喋りたそう。そう、今日もちょっと来てるんですけど、後ろで手振ってるわけなんですけど今日も本当は出たいみたいな。出てもいいんですよ全然突然乱入してくるかもしれないですね。でもいや、でもそれも楽しみの一つとして楽しみいやでも今日雨だったわけじゃないですか、うんうん、なんかあれですね、もう秋感突入っていうか、てかめっちゃ寒くないですか、うん、寒い。これに上着私は着てきましたよ、ね、着てたよね。私もさっきまでパーカー着てたんですけど、超寒くて、うん、なんか、ね、普通に無理だったなんか朝起きて寒いと結構イライラするんですよ、うん、私で、はなんで寒いのみたいな感じでちょっとイライラしかもなんかね、北千住よりこっちの茨城の方が寒いんですよ。寒いですか。寒いよ。え、わかんない最初待ってわかんないです。本当にでも帰りいつもあれです、原付きなんでめっちゃ寒いです。寒いよね、今日も原付き、はい、今日も原付きです。嘘だろ、こんな雨だよ雨の中でも原付きでまさかのね車ですよね。車です。今日は2人とも通う時最寄りまで何かしら乗ってくるんだよね。そうですね、歩きは結構厳しい。歩き多分私4時間ぐらいかかると思う。え、絶対それ嘘かな。盛りすぎです。あ、盛った盛りすぎだ10キロって4時間かかる？もっとか、あ、そっか、だって 42.195 キロが2時間ぐらいで走れるんだもんね。あ、嘘だわ。ん？嘘だった。嘘だった。だいたい多分1時間ぐらいですよ。確かに。あ、でも確かに自転車で1時間ぐらいだった。そんぐらいかな。みんな頭で数えてますけど、うん、数え方がわかんない。そう、今日聞いてくださいよ。一緒に今日ここの北千住の近くで時計屋さん行ったんですよ、うん、そうなんです。そしたら高城が時計欲しいって一緒に行ったんですよ、はい、そしたら私数字がないと時計読めないんですよねって言われて、あそうなんですよ。数字、この、うん、特に本当はこれなんて言うんですか、デジタル時計、デジタル時計が本当はいいんですよ、うん、パッと見て、うん、パッとわかるから、うん、だから普通に携帯見ればいいだけなんですけど、うん、私できるだけ携帯をもなんか、うん、ない生活をしたくて。今もつけてるもんね、はい、うん、だから時計をこう見た時に、うん、あ、今何時だみたいな、うん、考えたいんですよ。で数字がないと、数字がないと読めないメモリーっていうか点々だけだと分かんないんだって。一個飛ばし、これさっき買った時計なんですけど、そう今さっき買ってきたんですよ一個飛ばしじゃなきゃ読めないんですよ。12、2、
4、6って奇数読めないのか基本偶数しか得意じゃないんで奇数は読めなくてうんってなっちゃうんでやっぱり、うん、数字書いてある時計はいいですね。いや数字書いてなくても読めるよね時計ね。そうだよねはい、というそんな中条さんのちょっとおバカな一面を見られたわけなんですけども、はい、そうですね。じゃあここで1曲いきますか。まだいきませんねまだでした。じゃあ、あれ大切なお知らせを流しちゃう感じでこれいっちゃいますね。そうですね。じゃあ次はですね、9月21日にワンマンの音源が CD が発売されるわけなんですよ、はい、この前回のワンマンライブですね、セブンスワンマンで恵比寿リキッドルームで行われたワンマン音源が9月21日に発売となるわけなんですけども、うん、はい、はい、今日はじゃあその中から1曲、新曲ですね。しかもてかなんかしっかり流すの初めてじゃないですか、うん、初ですよ本当に、うんね、この世界で流すの初めてですよそうなんですよ。じゃあ早速聞いていただきたいと思います。キャンディーゴーゴーで大切なお知らせ。ということでお送りしましたこの曲はキャンディーゴーゴーで大切なお知らせでした。はい、ということでこの曲大切なお知らせは初披露がなんと9月の21日の夜ですね、恵比寿のリキッドルームでキャンディーゴーゴー出演あるんですけども、いやついこの間フリーでしたよね。昨日昨日そうだね、昨日最後までフリーでして、うん、2回でフリーでしたよね。2回で、うん、4時間うん4時間でフリーしました。合わせて4時間でフリー2曲をして、そうしかもその4時間で2曲入れました。大切なお知らせとね、オーバードライブ。やばいですよね最近。なんかすごい思うんですよ私、キャンディーもう6年目やってるんですけど、うん、ダンスの覚えるのが早くなった。みんな早くなりましたか。うん、高千穂めっちゃ早くなったよ。え、本当ですか。うん、本当に最初はなんか何、生まれたての子羊のようにさこうなってさそう、私の一番初め の、 あの曲の振りが、うん、今すぐキスミーのカバー、うん、カバー曲だったんですけど、うん、私とアイエさん、うん、が本当に覚えらなすぎてアイエも覚えの苦手だね。そうだね、2人でずっと苦戦してたんですけど、うん、今回結構、うん、
まあ、まだ覚えられるようになって、うんうん、あ、メッセージが来ました。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。いいですか、このちょっと喋ってる途中でも。曲が流れてる時に何の話をしてたのですか。ラジオネームプリンあつみさんから。あつみさん、ありがとうございます。何の話してましたっけ。大人の事情です。っていうのは冗談で、あれですよ、やっぱりこの今新曲流れてたじゃないですか、うん、新曲のこととか話してたよね。話してました、うん、あとカメラに向かって手振ってました。手振ってました。あ、カメラはそこだと。でもちょうどあれじゃない、プリンあつみさんも見てたってことですよね。ん、だって何の話をしてたんですかっていうから。あ、そういうことか。そう、エドユーストリーム見ててくれたってことだよね。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですよ、こういうちょいちょい面白いコメント好きですよ。いっぱい送ってください。送ってくださいね。じゃあこんな感じで大丈夫かな。はい、メールの方は。そう、ダンスの話に戻るんですけど、うん、大切なお知らせはなんかすごいよね、振りが。なんていうの、細かい。あと移動がすごい。移動、うん、間に合うのか間に合わないのかの瀬戸際。そう、そうそう、なんか最初に今聞いてたと分かるんですけど、A メロが渚とあいあいで交互に歌ってるんですけど、うん、移動がすごいんだよね。後ろの歌わないメンバーの移動が大変なんだよね、うん、私 B メロに行くときめっちゃ遠くて、うん、やばい、間に合わないかもしれないです。スピードダッシュしてるよね。ほぼ走ってます多分。そう、だからワンマンとかでも、例えば今回赤坂ブリッツじゃないですか、うん、はい、その時に披露する時に間に合うのかと思って。広い会場だったらね。そう、ちょうど今私北千住来る前にワンマンの立ち位置表書いてたんですけど、お、今回多分端から端までで8メートル10メートルぐらいあるんですよ。かなり、例えば逆から逆まで行ったら10メートル走んなきゃいけないんですよ。やばいよね。でさっき電車の中で高城をここ移動めっちゃ長いんだけど大丈夫、6メートルある距離があって高城の移動に、うん、どんぐらい、6メートルってどれぐらいですかね。6メートルだよ。こっから1メートル、こっから後ろぐらい、え、こっから後ろぐらい、もっとあるよね、もっとあるよ。え、待って待って、それ無理かもしれない。高城160センチでしょ。はい、ってことは高城2人分で3メートル弱だよ。え、無理かもしれない。無理かもしれない。それはそう、そういう立ち位置とかも今考えたりしてるんですけども、うん、大切なお知らせのダンスは今話したでしょ、うん、オーバードライブやばいよね。オーバードライブてかシシド泣いてましたよね。泣いてましたよ、シシド。なんか昨日振り入れで、うん、超難しくて。そうなんですよ、意外とダンスがなんていうの、激しいんですよね。テンポがすごい速い曲なので、うん、1×8 が全部動きが入ってたらもう踊るのができなくて泣き出してたよね。さきちゃんに教えて。そう、そう言っちゃった。大丈夫かな言って。大丈夫だと思う。ししどね、毎回泣きそうになるからね。そう、ダンス苦手だからね。いや、前より全然良くなったよね。そうですね、うん、もう笑っちゃいましたそれ見て。なんで笑った。あ、なんかね、みんな慰めないで笑ってました。みんなキャンディのメンバーって泣くじゃないですか。うん、誰も慰めないんですよね基本的に。そう、なんか慰めたところでだよね、なんか笑うだけみたいな。そう、結局自分自身の問題だから笑って早くやれよみたいな感じになっちゃう。あ、今日すごい、またメール来たみたいです。 ありがとうございます。メール来ました、次の方。 あ、また同じ方かな。ありがとうございます、プリンあつみさん。新曲、いい曲じゃないですか、テンポが良くて。わあ、めっちゃ嬉しい。知ってますか、この曲うちの社長が作ってるんですよ。そうなんですよ。え、でも私ぶっちゃけ聞いてください、うん、あの、うん、大切なお知らせ、今までのキャンディーの曲で一番好きです私。あ、本当。はい、だってごますってるって。ごますってない。本当に本当に一番好きな曲で、聞いた瞬間もう、うん、岡部さんに LINE 送った気がします。送りました。曲めっちゃいいですよねって。違います。あって言って、オーバードライブがいいって。みんなオーバードライブがいいって言ってたんですけど、私は大切なお知らせがいいってずっと言ってたんですよ。おう、うん。オーバードライブじゃなかったんだ。大切なお知らせ。でもなんか大切なお知らせは聞けば聞くほど味が出るっていうの。そう、じわじわタイプです、ね、スルメイカタイプです。スルメイカ、そう、うまいこと言ったでしょ今、うん、で、オーバードライブはもう、うん、ほんとドライブ中に聴いてほしい、うん、でもなんか勢い良すぎて事故っちゃいそうな勢い。早いですもんね。早い、ほんとに早い。早い、ほんとにすごいテンションノリノリで、でもキャンディーらしさがすごい出てる、うん、でも逆に今までのキャンディーになかったよね。ないです、ないです。で、しかもオーバードライブの言っていいのかな、間にラップが入ってるんですけど、うん、ラップのダンスがやばい。ラップのダンスでシシドが泣いた。そう。ラップダンス事件。私とまあ、アイアイさんとシシドがずっとできなくて、うん、
なぎさんもできなかったよ。あ、そうだ、うん、リンさんもできなかったんだ、うん、だけど、うん、まあ3人はできたんですけど、シシドがずっとそれでできなくて、そうずっと苦戦してて、休憩中も練習してるんだけど全然足と手が両方動いちゃうってずっと言うんでねで泣き出しちゃったっていう。面白かった本当にね、面白かったよね懐かしいな。でもそれも ね、でもそれもまた披露がね、9月の21日なので、しかも2曲だからね。あとよえん計算できる、あと3日、うん、あと3日ですよ。あそうなんですよ。でもちょうど明日キャンディー午後何もないので、多分ここで練習してね、うん、やってくると思うんですけども、うん、そう、その曲もねきっとワンマンでも披露されるということで、ここで赤坂ブリッツのワンマンの話に移りますか。はい、はい、そうなんです。キャンディー午後10月の12日の祝日の夜にですね、赤坂ブリッツで8回目のワンマンが行われるんですけれども、はい、高城何回目、2回目、今2回やりました。リキッド2回か、リキッド2回やって、若さ次が3回目なんです。私自身がすごい、私8回目。全部じゃないですか。そう、ちゃんとフルコンプしてるから私すごい。え、なんか、うん、どうだったんですか、昔と今と比べて。いや、なんかね、うん、昔と今例えば比べたらもう明らかに違うのは箱の大きさですよね、うん、やっぱり。初めはどこだったんですか。初めは新宿のルイード、渋谷のルイードだったんですけど渋谷のルイード、そうなんです。その時は、6人いたんですよ、渚さんも。6人。でも渚さんはその時入りたてで、うん、3曲ぐらいしか出てなかったのかな。そう、渚さんがよく、よくこういう番組とかで言うんだけど、渚さん初めてのワンマン動員ゼロですから。いや、言ってますね。 それそうなんです。それが今もうあれですよ、赤坂ブリッツでね、うん、センター張っちゃうからね、うん、そんなメンバーに成長してて1回目でも嬉しかったね。どう、うん、なんかだってキャンディーのためにさ、こんぐらいのこんな方たちが来てくれるみたいな。あ、そう、ワンマン自体も初めてだったから何していいかも分かんないし、どういう構成を作ったらいいかも分かんなかったし、もうただ大人の人にこうやったらいいんじゃないとかアドバイスもらって動くことしかできなかったから、今になっちゃうもう全部自分たちで結構やるじゃん。うん、こういうこの曲とこの曲のつなぎは何がいいみたいな。そうですね、自分たちで意見出し合って、うん、だからそれもすごい成長に感じたし。高城どうだった、初めてとさ、うん、2回目と。全然違いましたよ。やっぱそうだよね、はい、初めてが、まあ、多分、うん、一番最後に入ったメンバー、あれ違う、多分そうだと思う。あ、そうですよね、うん、そう、一番最後に入ったメンバーで、うん、まだ研修生だったのかな、うん、多分、うん、だから全部もう出れなくて、うん、でなんかもうひたすら頑張ってついていかなきゃっていうのもあったし、チケットを頑張って売らなきゃっていう焦り、うん、もう焦りが多かったです。うん、なんかさ2回目はさ、あのシングルも方もあったよね、うん、シングルの曲の あれだ、ありのまま思うままに走るのジャケットが公開された。そうだ、そう、見に来た方います、ワンマン。そうだ、結構いるよね、いるよね。そう、そうなんですよね。なんかそれもすごい変わった。そうだそうだ、映像で、うん、流した映像でPV も流れたよね。 PV も流しましたね。なんかその頃にはもう高城も後輩が入ってすごい大人びちゃったっていうか。そんなことないですよそんなことないですよ、今でも子供だと思います。でもね、だいぶ変わったと思う、うん、私もそう思った。へえ、うん、だっては、ね、一番最初高城が参加したワンマン、うん、なんかツインテールのこんなんだったよね、髪の毛。え、そうでしたっけ。そうだ、ヘアメイクさんがいて、うん、ツインテールで巻いて、またここにリボンつけてさ。覚えてない。覚えてないですね私結構自分の覚えてる、すごい、うん、覚えてる。髪型までは覚えてないですね、全然。でもなんか 前回の時にヘアメイクさんつけてもらってから、もうワンマンは髪の毛がっちりしようっていうように思った。だから思いました。前回のワンマンも私朝早くに美容院行って髪の毛セットしてもらってきたりとか、メンバーもめっちゃ気合入ってたよね。気合入ってましたね、うん、でその時にちょうどあれだよ、アイアイが治って復活してきた頃だったんだよね、うん、あ、足が。そう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 、そうだ。だからすごいなんかみんなも久々にフルメン揃うねみたいな話してて、うん、結構昼公演もあったから、そう、もうずっとバタバタしてて。そうだ ね、リキッドルームだよね、その時ね、リキッドで、うんうん、なんかリキッドルーム毎回なんか CD の予約取ってるイメージがある今回ないから安心して。今回はないみたいなので。そうですね、皆さんのプレッシャーもありますよね。でも今回も赤坂ブリッツお昼の公演、うん、キャンディーもね出ますね。そうで、夜公演もあるからね。お昼の公演もすごい豪華なね、豪華な対バンの方だった。そうそうそう、だからめっちゃ私たちも勉強すること多いと思うからね、ぜひねお昼も来てほしいですね。見どころってどっかある？見どころですか？あ、でも私一個だけあるの。
一個だけ一個だけ一個だけじゃないごめん一個だけじゃないけどあのね私それがすごい一番ね嬉しいことでね、はい、研修生もフルで出れるの。おお、あ、そうそう、え、今知りました私。嘘でしょ嘘だろ。あ、昨日、そう、昨日見てスタジオ連でチェックして、あれ全部だったんですね、うん、OK で、そうなのよ。よかった。そう、なんか今まで研修生とかあの、うん、最近入ったメンバーってワンマンでフルで出ないことが多かったんだけど、うん、今回は全曲フルで出れるから、うん、立ち位置が組みやすい。え、ですよね、前回が結構あんま、うん、研修生3曲4曲かな、なんか主要の曲、そしてとか、うん、We Are とか、あと研修生だけのフォーエバーとか、うん、だったからね。そう、今回は嬉しいですね。てか今回全曲フル面ですよね。うん、嬉しい。そうなんですよ、前回なんかさ分けてたじゃん、何正規面だけとかちょっと何ビッグスリーとかさ四天王とかそこら辺に分けたりとかしてたけど今回は全部ねフルで出るね、うん、やばい。なワンマンに向けてなんかやってることある？ワンマンに向けてですか？うん、え、でもめっちゃジム行ってます私。嘘でしょ？ジムはめっちゃ行ってます。休みの日はほぼジム行ってます。ジム行って何してんの？ジム行って、うん、走るんですよ、体力つけるため。でもね、私ね思ったことあった。傷ついたらごめんね。何ですか？足しっかりしたよね。本当にそれ言われるんですよ。私本当に最近思ってたんですよ。あのそれは、うん、まあ、磯野さんにいつも指摘されるんですけど、うん、本当に、うん、まあはっきり言って太ったよねって言われます。なんか太ったっていうか、うん、足が筋肉質になった。お、細かったんですよ本当に。細くてふくらはぎもお肉ないし筋肉もないしみたいな。筋肉が全くなかったです ね、 ね、ないよね、なかったよね。だからそれがすごい足がしっかりするような、多分ブーツ履いてるから見ないことは多いと思うんだけど、うん、うん、すごいしっかりしたと思った。今日、うん、今日物販で見れますよ。今日ね、そうだね、私服だからね。今日物販で見れますよ。ね、そう思った。それはあの、私あれです、体も硬くて、うんうん、いつも最近柔軟してるの楽屋で。もうつかなかったんですけどつくようになりました、うん、ようやく。いいことじゃんね、本当だよね、ドヤ顔。たまにね、私後ろから押してあげるもんね。そう、たまにっていうか結構いつも。いつもなんかね、面倒見たくなっちゃうんだよね、そういうの。そう、柔軟してるといつもユンさんが手伝ってくれるんですよ。手伝うような、なんかいじめてるように思いっきり押して引っ張ってとかやってるの。うわーって言って楽屋で入りますよね。そうなの。でもやっぱりそういうの大事だよね。でも私もそうだな、ワンマンに向けては。でも前回よりワンマンを良くしたいから、うん、早いうちにもうなんか立ち位置送ったりとか交番とか作ろうかなと思って、うん、もう9月の初めぐらいからやってるのもあるし、自分の体力面だと1ヶ月8月中お休みしてたので、うん、体力戻すのに今必死かな、うん、お家であれやってる、アブトロニック。何ですかそれ。何、え、知らないの？嘘でしょ。知ってるよね。え、嘘でしょ。あのお腹にさ、何ベルトみたいな巻いてさ電気流れるやつ。痛いやつですか？そう、ビリビリするやつ。あとダンベルやってます、お家で。そう、なんで笑うの？アスリートじゃないですかそれ。え、でもなんか筋力大事だなと思った。大切ですね。昨日久々に私5時間もダンスしたんですよ、うん、フリーレとかワンマン連とかして。今日筋肉痛だもん。なった？全く。でしょ、ほらこれが差だよ。全くなんないです。筋肉痛にもう2年ぐらいなってないです、多分。それすごくない？本当にそれすごくない？あ、待ってごめん、待って、高橋さん、それ普段手抜いてる？嘘ついた、さすがにそれは。盛りすぎだろ、それは。盛りすぎました、それは。そっか、でも筋肉痛あんまなんない人だ。いや、うん、いや実際3ヶ月に1回ぐらいなりますね。なんで嘘つくんだよ。全力の嘘じゃねえか。強がりました。でもね、ワンマンまでもう残り1ヶ月切って、うん、あと3週間ぐらいぐらい、3週間ぐらいですね。やばいね。まだチケット買ってない方とかいるんじゃないですか、この中に。あと見てる方とかね。しかもちょうど連休の最終日だから来れるよね、遠方の方でも来れます。うん、家遠い人も、うん、もしかしたら北海道の人とか沖縄の人とかこれ見てるかもしれないじゃないですか、うん、あ、そうだね、来てください。しかもちょうどお昼の公演に北海道の出身のフルーティーさんとかも出るから、ちょうどそうだ、そう、遠征がてらにね、遠征がてらに皆さん見てほしいね。見てほしいです、本当に。でもなんかさ、新曲も増えてワンマンもパワーアップしてるとさ、うん、なんか毎回楽しみが増えるよね。そうですね、なんか毎回同じワンマンじゃないじゃないですか、うん、そう、なんか今回普通の違う感じ、なんていうの、そこまで言っていいのか分かんないけど、フラットのステージだけじゃないんですよ。
うん、あ違う、あの段差登るとかそういうのじゃないけど、そういうのじゃないけどちょっとステージに特殊になんか入ったりとかする予定なんですよ。恵まれてるねキャンディーね。ねえ、ね、本当になんか、ね、いやでも本当になんかね積み重ねでこんな大きくなったんだなってすごい改めて思う。うーん、本当でも初期のメンバーの人たちは本当にすごいなって思います。うん、初期の時はね何回やめようかなと思った。今だから何回ぐらいですか。30回ぐらい。結構多いですね。そう、すぐメンタルやられるから。そうでもなんか積み重ねがあってこそなんだなと思って、新しいメンバーも増えて高城とかも入ってきたりとか、うん、今でいう研修生とか入ってきてるから、うん、こういう大きい箱でもできるんだなと思うし、うん、スタッフさんの頑張りもあるからなんだなって思う、うんうん、なんかでも大変なこともたくさんあるけど、うん、でも、うん、やっぱなんか純粋にステージが楽しいから、うん、だから続けられるかな。なんかステージも楽しいしお客さんも熱いんだよね。うん、うん、すげえなんかキャンディーのことめっちゃ褒めてるけどさ今。でもそれ本当なんだよね。多分来てる方もライブ来てる人何人かいると思うけど、うん、本当に熱いよね。キャンディストのみんな本当に、うん、あれですよね、うん、マナーいい人多いですよね。マナー良すぎる、良すぎる、良すぎて怖い。台湾出た時に本当に実感します、うん、いや良すぎてなんかね、うん、怖いね逆に。怖い、うん、いざなんか爆発すんじゃねえかと思った。でも本当に優しいよね。なんか本当にキャンディーの出番が終わったら譲ってあげるとか、わかんない、そういうファンの中での何決まり事があるのかもしれないけど、うん、でもすごいよねキャンディストは、うん、礼儀も正しいしフレンドリーだよね。フレンドリー、フレンドリーね、すっごいよね。結構みんな仲いいイメージもなんか結構キャンディー55のお客さん怖いって言われるんですよ。なぜだか言われます、超言われます。わかんない、オレンジの T シャツ着てるから怖いって言われるのかな、わかんないけど、なんか威圧的みたいな、そう入りづらいみたいな。そんなことないよね、全然私服で入ってこれるし、全然、うん、平気だよね、うん、だからぜひね会いに来てもらいたいですね。これは来てほしいです、うん、しかもこのメンバーでやる初ワンマンですからね。そうですよ、そうだ、うん、前回11人そうですねだったよね。そうだね、だからそう、新メンバー、新メンバーじゃないや、研修生もね成長して、成長して新たな一面が見れるんじゃないでしょうか。なんでこんな語ったんだろう私。めっちゃ語った。でもワンマンね、何したい、ワンマンで。じゃあ逆にワンマンで今からでもできそうなことを考えようよ。今からでもできそうなことですか。うん、うん、なんか後ろで模主してる人いるんですけど。あでも、うん、なんだろう、今からでもできそうなこと、それかワンマンでやってみたいこと。ワンマンでやってみたいことは、あの、うんうん、男のアイドルの人がよくやる、うん、何、なんでニヤニヤしてんの。あのなんかベルトみたいなつけて空飛ぶ、うん、あ、ワイヤーアクション、ワイヤーアクションって言うんですか、うん、あのジャニーズさんとかがよくやってるやつね。あれをやりたいんですよ、年末とかのね。あれをやりたいんですよ私は。いや私もやりたい。え、ですよね、じゃあチーム茨城でやろう。めっちゃやりたいんですよ、やりたい、ワイヤー。あとなんかトロッコみたいのに乗って、トロッコって言うんだ。あ、違うやん、あれでしょ、会場の下からさ、スタッフさんがこうやって頑張って押してさ、動いてくれるやつでしょ。そうそう、動くやつをなんか後ろの人ってやっぱあんま見えないから、その後ろの方まで行きたいんですよ、ね、あ、花道だけじゃ物足んないよね。そうなんです、ね、確かに、あーいいね、でわーみたいな、やりたい、うん、私あとボール投げてみたい。ボールですか、うん、あ、てか2回、ん、前々回、うん、サングラス投げませんでした。うん、投げた。投げましたよね。そう、前々回のリキッドルーム一番最初の1曲目がノーノーノーだったんですよ。あのサングラスかけてやる曲があって、うん、その時にこの手の形をしたサングラス、いつもと違うバージョン、普段はあの黒メッカのようにしてるんですけど、こういうの渚がなぜだか楽天市場で買ってきて、なんで買ったんだろう今。でなんかこれがいいねって話して社長に許可もらって、サングラスの横にサイン書いて投げました。あれでも思いっきりお客さんの顔に私当てちゃって本当に申し訳ないことしたんで、そうサングラス投げるのはもうやめた方がいいなって思いました。でもなんかね、今までのその6回目のリキッドルームかまでは結構そういう仕掛けっていうか投げるものいっぱいやってたんだよね、実は。そうなんですか。そう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 、その時はね、あのね、投げたい、なんかカラーボールにサイン書いて投げたりとか、全然全然か、4回目は確かあれですね、なんだっけ、カプセルにチェキを入れて投げたりとか、私それですっごいね、嫌な思い出があってね、ここにあったスピーカーに当てて割れて自分に戻ってきたの。そう、
それはちょっとで MC の時に自分で拾いに行って欲しい人ってやって恥ずかしいそうだからでも今回は赤坂めっちゃ大きいじゃないですか、うん、だからすごいなんかそういうのやりたいえ投げたいですなんかボール普通に、うん、あとなんか曲の最後に銀テープ飛んできてほしいパーンっ て, ンって何の曲ですかね何がいいか何の曲が一番合うかな銀テープ銀テープでも YOU とかがいいなあ YOU 合うでしょ最後の落ちサビに入る前にパーンってやってもらって YOU 合うそうそういうのやってみたいまあでもそれはねワンマンまでに皆様のお楽しみということでちょっと本当にやりたくなりましたちょっと話してみるねうちらもねじゃあそんなね前回のワンマンライブから1曲お届けしたいと思います、はい、これもライブの生音ということでぜひ聴いていただきたいと思いますキャンディーゴーゴーでジャックはいということで今お聞きしていただいたのはキャンディーゴーゴーでジャックでしたはいということでですねワンマンの話も終わりまして、はい、ついこの間私と高城しおりの組んだチーム茨城の曲があるんですよあの前回のありのまま思うままに走れのチーム分けがありましてそれでジャケットで売ってたんですけど、うん、それのチーム茨城のオリジナル曲がこの間披露されたんですけど、はい、ねね茨城姉ちゃんっていうタイトルなんですけどそうなんですよなんかあれですよね今までのキャンディーにない曲なさすぎる曲ですねてか絶対に今後ない絶対にない今後絶対ないないし今後絶対ない本当にそう絶対キャンディーでは歌わないでも逆にキャンディーで歌ってみたいそうそれでねなんかね茨城姉ちゃんじゃないですかはいだからでしかも茨城姉ちゃんでチーム茨城なんですけど多分近々解明するんですよ解明そうちょっとねここでなんかさ考え合わない今からあそう、うん、もうあと少しですもんね少しで考える期間がそうなんですよでもなんかチーム茨城から改名するなんかチームクラッシャーはクラッシャーに変わったんですよ、うん、でもかといって茨城ってだけもおかしいじゃんおかしいですねえじゃあ英語で茨城にするちょっと茨城です茨城あ最近茨城って言っちゃうんですよね茨城県民のように木です木ですねそうですねなんでしょうなんか案とかありませんか見てる方とかぜひメールとか送ってくださいでもなんかチーム茨城茨城に住んでるからこその名前とかなんか作りたくない牛久大仏でもなんか地名とか入れたくない地名ですかうん筑波山とか筑波山どうなのだってチーム茨城で他の名前にどうするめっちゃ可愛い名前になってたら全くもはや関係ないのとかでもいいんじゃないですかそうどうなんでこういう時ってお客さんはちなんだ曲に曲じゃないやチーム名にしてほしいと思うのやっぱ思うんだ思うかでも茨城にちなんだってなんかある納豆納豆納豆姉ちゃん次の曲納豆姉ちゃんでいいですよ納豆姉ちゃん粘り気があるんだよみたいななんで茨城姉ちゃんになったんでしょうねもうチーム茨城だからそのままですよねきっとね雰囲気だって茨城臭いんだってうちら
でも茨城姉ちゃんを初めて聞いた時に、うん、はってなったよね。まあ実際はってなりました実際ちょっとでも意外と本当に慣れれば楽しいよね。慣れれば、うん、なんか把握するのに時間がかかります。本当にで曲調が完全に世代で分かれる、うん、そうだから若い人たちは、うん、んってなるけど、うん、年上の方たちはいいねってなってる。なりましたね。なったよね。すごかったよね。よかったよ、拍手して物販来た人いたもんそうだからすごいなんて言うんだろう、昔の曲って感じだよね。昔の曲って感じです。で初披露の時はすごいダボダボの T シャツ着て立ったんですけどね、それまだ物販で行ってないね、やってないね、写真撮ってないね。ダボダボの今日これでそれで来ればよかったね。あそうだ、チーム茨城の格好で来ればよかった。そうそうだね、忘れてたね。ねこんな可愛い格好してたけど普通に忘れてたでもさ、なんかさ、チーム茨城で活動するなら何したい、うん、私茨城のなんかやりたい、なんか、うん、観光大使やっちゃうでけえな渋谷系がさ、茨城の観光大使でも珍しいよね、同じユニットにさ、茨城で働いてるじゃない、や働いてる住んでる人がいるってなかなか、だって私入ってきた時に速攻最寄りどこって聞いたもん、うん、もう入ったっていうか、もう見学行った瞬間、うん、どこ住んでんのって言われて、うん、結構近くて、そうそうなの、びっくりしたんですよ。たまに一緒にラーメン食べて帰ったりするしますね、うん、つけ麺、そうつけ麺食べに行く、つけ麺は好きなんですよ。そうなので、ちゃんと家まで、駅前まで送ってあげて送ってくれますそうだね、でも茨城チーム茨城でなんかやりたい。なんだろう、でもこれこそ本当になんかさ、例えばキャンディーが新しいシングル出したら茨城の、うん、何そういう CD ショップによろしくお願いしますって、うん、あ行きたい行きたい、あやりたい、自分の最寄りの店舗、最寄りの店舗、最寄りか、最寄り CD 屋さんあるかな、最寄りの店舗に行きたいです、うん、そうだね、なんかってか近いとこ全部行きたいよね。全部行きたいです。むしろ遠征でもいいしね、茨城の上の方とかさ、うん、行きたい、超やりたい、そういうの。そしたらみんな来てくれるかな、来る来ない結構まあ遠い、ね、遠いよね、言うてなかなかさ、キャンディーって茨城遠征しないじゃん。この間の土浦イオンさんでインストアやったぐらいだよね。そうですね、でもめっちゃ嬉しかったです。土浦イオンはめっちゃ、うん、もう中学の時、なんか中学の時って、うん、イオンとりあえず行くみたいな。わかるわかるよ、わかる、これ茨城トークね、茨城トークなんですけど、とりあえずイオン行けばめっちゃいいみたいな、うん、そうで、プリキ絶対あるしみたいな、そうそうイオンでフリ取って終わりみたいな感じ、そう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 、でフードコートでマック食べてみたいなで、めっちゃもう週2か3ぐらい行ってたんですよ。そんな行ってたんだ。だから、うん、そこでできるのが本当に嬉しくてね。そうだよね、私も親と友達来てましたもん、うん、私ももう家族全員、いとこ、あいた、いとこもしかもちゃっかり椅子座って見てたいとこももう全員で、うん、パパとかも見に来てて、いや嬉しいよね。パパは見に来たんですけど、うん、私のパパ結構怖めなんですよ。うん、怖もてだった。それで、うん、メンバーにパパ怖いねって言われたそういえばそうだったね。でもなんかうちの親ってなかなか見に来ないんですよ、うん、ワンマンも一回も来たことなくて、実は、うん、あ、そうなんですね。そう、実は来たことなくて、あの無料ライブが大好きなんですよね無線が好きみたいな感じですか無線が好きそうなんですよ、そっち系の親で、だからそういう時しか来なくて、でもその土浦ライオンで2回目とか6年間やってて、そうなの、実は。そうなんですね、うん、でもなかなか、なんか茨城の人間の人って都内に出ようって思わない人が多いじゃないですか。そう、多い、本当に多いから。でも私もその1回しか見に行くことはないですよ。やっぱ地元だ、地元で。あー、やっぱなかなかね、茨城から通うのはね、うん、だからうちらすごいよく通ってるよね、うん、そう、茨城姉ちゃんね。なんかでもさ、次の曲茨城姉ちゃん作るとしたら、うん、どんな曲がいい？でも茨城にちなんだ歌いたい。ヤンキー系。嘘でしょヤンキー系のなんかやりたいです。何、上下スウェットでしょとか、キティサンダル履いてみたいなキティサンダル履いて、もう超茨城みたい な茨城のなんか名所歌いたい。茨城の名所、うん、あと名所にポスターを貼りたい、うん、チーム茨城って。あ、めっちゃいいですね。あとなんかダメ絶対のポスターになりたいダメ絶対のポスター、あの警察とかのそういう交通、
安全なんちゃう。あれって県によって違うんですか？違う違う。前キャンディー55にいた、この間卒業したメンバーなんですけど、卒業したメンバーもその他の地域でのなんとか市の、うん、あのポスターになってましたもん。あ、なってましたね。そうなってたでしょ。そうだそう、だから下手したら私たちもなられるっていう。なりたいです、ね、2人で。見てる方いるかな、そういう会社の方ね、なりたいよね。なりたいです、乗せてください、うん、むしろここに今来てる方でそういう方いないかななんかどんな仕事でも受けてみたいね。うん、うん、なんかなんだろう、ライブ以外の仕事とかも、うん、積極的にやっていきたいなって思いますね。そう、なんかチームごとにやっぱできたじゃないですか、クラッシャーとか茨城とか貫禄とか研修生チームとか、うんうん、そうだからそうなったらそのチームごとにいろんなジャンルのお仕事に分かれてやってみたいなってちょっと思う。あ、チームごとに合う仕事をやりたいですね。そう、すごいやりたい。それ貫禄はなんだ、どういうとこ行くの。貫禄なんだろう、うん、貫禄ある場所、貫禄なんか神社なんだろう、結婚式、結婚式、結婚式じゃない結婚式。クラッシャーはやっぱりちょっと激しめの場所行くじゃん。激しめボクシング会場とか行ってもらいたい。ボクシング会場前座みたいな。そう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 、ありますよね。でもあるある。あ、でもキャンディーゴーゴー一回も出たことないかも、そういう系の前座には。うん、そういえばないや。なんか最近出てるアイドルさん多いですもんね。多いね、うん、なんだ、アイドルファンが多いんですかね。ですかね、なんでかねそうだね。なんか他にあります、茨城姉ちゃんのことで。どうしてもギって言っちゃ茨城だでも茨城のアイドルって結構多くないですか。そう、意外と多いの。私友達でなんかアイドル、地下アイドル共演者さんとかでめっちゃいるんですよ、うん、友達が。高城多いよね、友達ね。めっちゃ友達が多いって、なんか私友達ないみたいな友達は多いです。でもすごい知り合いっていうか、茨城から出てる人多いよね。多いですね、本当に。だってあの有名な鈴木奈々さんも私地元ですもん、うん、実はよく会います。私も、私お祭りで何度か会ったことある。そう、祭りいいの。祭り絶対いますよね。そう、絶対いる。奈々ちゃんいつも祭り、しかも駅前とかになんかわざとかわかんないけどいるんですよやめろやめろそれはやめろ駅前とかに結構いて、うん、で結構あって思って。結構普通にいるよね、たまに電車一緒になったりしますもん、うん、うん、全然乗ってる、通ってるんだと思って。そう、結構見たことある方ちょいちょい電車で見かける。なんだろう、うん、でもアイドルはとりあえず見かけますよく。あー、わかるわかる。あとアイドルのファンの方もよく見る。え見ないですよ。見る、私めっちゃ見る。え、うん、見るし、下手したら地元でも何回か見たことある。見かけたことすらないです私。あ、でも私周りを全然見ないから基本的に気づかないだけかもしれないんですけど。あ、全然都内でもほとんど会ったことない。私都内は結構あるかもしれない。へえ。でも私ね、今めっちゃ話変わるね。はいアルタの大型ビジョンにチーム茨城が乗りたい。あ、乗りたい乗りたい。めっちゃ話変わっちゃったけど、なんか面白くない、あの曲がさ、あんなでっかいところに流れたら絶対目見るって、みんな見る。なんか普段のなんかない、普段の今で言う J-POP の曲ってさ、はいはい、いつも通り耳に入ってくるじゃん、うん、だけどさ、そういう曲ってんってならない。なります。わ、やりたい。やれますかね、やってくれるかなえ、超やりたくない。ちょっととりあえず社長にお願いしてみますか、うん、あ、やってみますかそれ高い高いとか言わないでくださいよリアルリアルね、でもキャンディーも最近アルタのね、うん、ビジョンに乗せてもらったね。そう、キャンディーが乗ってからめっちゃ気になって、うん、もう毎回新宿行くたびにめっちゃ見ます、うん、あ、そうだね、うん、こないだあれでしょ、あのちょっと通り行ったとこの山田電機さんのとこの大きいモニターにキャンディーが出てたみたい。すごいよね、めっちゃびっくりしました。すごいよ、ね、何も知らなかったから、いきなり LINE で渚から送られてきて、うん、乗ってるって友達から連絡来たって言われて、うん、えってなって。すごいです。すごいよね。夜今も映りますかね。今じゃないや、今日のか、今日の夜10時、まだこれからですね、あと15分後から。無理だな、新宿行くの絶対間に合わないですね。北千住から新宿は無理だな。間に合わないですね。ね、でも見たいよね。結構ライブ帰りとかちょうどいい時間帯じゃない？うん、うん、行けるよねそれならね、うん、そっか。でもいいね、なんかキャンディーって人数多いからさ、まあ、前回のチーム分けじゃないけどさ、メンバーで分けて曲出すのもありだ ね。でも私ユンさんじゃなかったら多分なんかガチで嫌でした。何このカミングアウトちょっとドキッとしたなんでなんでなんで嫌でした。なんか他のメンバーだったら多分嫌でした。なんでなんでなんでこれかこれか違います違います。
なんか、うん、説明してじゃあ説明ちゃんと説明してしますね、うん、なんかまあ、うん、ユンさんってやっぱ、うん、リーダーだしニヤニヤしちゃう頼りがいあるし、うん、なんかちゃんとなんか CD のことをめっちゃ考えてるじゃないですか、うん、売らなきゃみたいなこと、うん、でも私も結構考えてたんですよ、意識が前回のアメワンのことそうですそうです、うんうん、ほんと多分同じぐらいの意識かなって思ったんで、うん、なんて笑うんだよ絶対思ってないだろほんとです。でもこれは本当です本当はい。そうなんかでもね前回のアメワンやって高城と組んでからは、うん、だいぶ仲良くなったと思います。なりました。なんだかんだ4つ違うからね。そうなんです。年そうなんだかんだ4つ違うんですよ。4つ？さきちゃんとの年齢差は聞かないでほしいけどえ5つじゃないですか。あれ今年20歳2月で20歳だよね。2月で20歳ってことは学年的には4つ違うから。4つか。そう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 。計算できないそうだからなんか最初ねどうしたらいいかすごい分かんなくて、どう何を喋っていいかも分かんなくてあんま話さなかったですよね。全然もう距離超めっちゃ距離あったてか、うん、私がただただ、うん、もうそのユンさんと同じ年齢のメンバーにビビって、うん、全然話せなかったずっとねミキピョンとかそこら辺の話してる。ミキピョンとも仲良くなかったんですよ別に。おいおいそれカミングアウトしすぎだよでもやっと慣れてきたって感じだよね。そうですね。でもなんだかんだ仲いいとか言いつつも電車の中ずっと黙ってるからうちらすっごい黙ってるよね。確かになんか最初の駅着いて電車待ってる間軽く喋るんですよ、うん、だけどそれ以外全部黙ってる確かに。あ、じゃあここでちょっとメールが来たので。はい。あ、わかりました。はい、じゃあ言いますね。ペンネームザキヤマタクシーさんでいいのかな。これは関根さんこんばんは。こんばんは。どうもザキヤマタクシーです。関根さん、うちのタクシー会社のイメージガールになってください。あ、社長にまだ許可取ってないんでこれから交渉します。本当に？え？いや、あの関根さんじゃなくてチーム茨城がいいですえ、これ え誰ですか。え、ザキヤマタクシーさんザキヤマさんでいいのかな、これは。え、ザキヤマさんなってくれるかな。なってくれるかなじゃない何になるんだよえ、ほんとなってほしい。でもさ、イメージガールになってくださいって方ことはさ、このザキヤマさんって方はさ、すごい人ってことだよね。許可取れちゃうから。すごいよね。え、じゃあこれ本当に書いたってことは私待ってますからね、この案件。これすごいですね。社長に連絡してくださいね。言いましたね。私聞きましたよ。皆さんここに聞いてる人も聞きましたからね。お願いしますね。ツイッターの DM で社長。あ、いいですね。ツイッター確かこの方いらっしゃるんで。おう。はい、ぜひ。よろしくお願いします。ということで、いやでもチーム茨城の話も盛り上がったね。盛り上がりました。なんか面白いね。チームごとにここで来て喋ってもらうの面白いかもしれないねね、そんな感じでもうエンディングの方になってきてしまったんですけれども、はい、じゃあここで告知しますか。はい、じゃあまず次のライブ高城って待っていい。次のライブが、うん、21日、うん、あ20ですね。嘘です20日、はい、日曜日に池袋のブラックホールさんで、うん、ンディング55出演いたしますので、はい、そう、その日は珍しく土曜日はお昼なんだよね。日曜、日曜、日曜か。日曜日が日曜か。日曜日に昼だけなんですよ、キャンディーが、うん、ということはもう来るしかないですよ、これは。一瞬19日何してたっけと一瞬19日何してたっけと思ったら違う仕事が入ってたっていう。そうですねそう、珍しいんですよ、日曜日のお昼、はい、キャンディーちょっとお昼弱いんで皆さん来てください。来てください、よろしくお願いします。で、次に来たる21日ですよ、はい、21日がお昼がツインボックス秋葉原さんでライブがあって、はい、夜がリキッドルームで9時頃ですね、出番が新曲9時20分ですかね。9時20分か、はい、そう、しかもその曲が2曲披露なので、はい、2曲披露って初めてだね。2曲披露超緊張します。いや、やばいよ。だってもう焦る、練習あるのみだよね、本当に、ね、そうですね。そう、パートも結構細かく分かれてるのでね、うん、ぜひこちらも、てか絶対来ないと損だと思います、これは、うん、なので来てほしいのと、あと一つですね、やっぱり最後は10月の12日の連休の最終日ですね、はい、夜、恵比寿の、恵比寿じゃないや、赤坂ブリッツの方で、はい、こちら8回目のワンマンが行われるので、こちらもチケットの方物販でも発売してますし、ツイッターとかでも予約の方できるし、あと E プラスの方でも予約じゃない、チケット発券の方できるので、はい、ぜひよろしくお願いします。ということで、よろしくお願いします。終わっちゃったね。ね、45分間まもなく、45分じゃないや、1時間、50分、50分の放送がまもなく終わりになりそうですね。でも面白いね、なんか初めてね、喋れてよかった高城と私絶対会話続かないと思ったもん
でも続いてマジでよかった。いつもそんな続かなくなくないですか。いやなんかずっと電車の中で黙るからさ、会話に続かないのかなと思ってそうでもなんかまたやりたいですね。やりたいです。だって来月の第3木曜でしょ、うん、そしたらまたね全然ねキャンディーがなければできると思うの で、ね、はい。ということでティスラジーここでお別れになります。せーの、チャ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 キャンディー。